視聴者さん、こんにちは、ずんなもんなのだ。ご機嫌いかがですか東北きりパんです。どうもどうも、東北ずんこです。今回はこの、ステップアウトっていうホラーゲーを遊んでいくべ。モノクロのドット絵帳のゲームですかかわいい雰囲気ですね。今回の動画を閲覧するにあたっての注意事項よ。確認お願いします。どんなゲームなのかな早速スタートだべ。目覚ましの音でしょうか 止めたみたみいね開幕から部屋がめっちゃ暗い画面の女の子が主人公でしょうかランタン持ってますねこれは一体どうすればウェンディを忘れちゃったウェンディって誰ぬいぐるみか何かの名前でしょうか炎があるのが地味に気になるあ机の上にクマのぬいぐるみが無言で取得しましたねこのぬいぐるみがウェンディでしょうか右側には行けなさそうだから左のドアから外に出ればいいのかしらね ここの鏡だかガラス窓だかもバッキバキに割れてないとりあえずドアの外に出ます。ドクルの絵画。その隣は植物の絵かな。あの、主人公の背後の鏡、様子が、どういうことなの主人公と動きがずれてるわ。でも今は合ってるあ、今ずれました。ここは現実世界なのかしら謎なのだ。先に進めたようです。電話が鳴ってるわね。 これはミジンコの絵私は答えずに電話を切る。主人公、電話が苦手なんでしょうか椅子の上の瓶は何なぜここに毒があるのか思い出せない。どうしてこんなところに毒がこの世界のことがわからないのだ。鍵がかかっている。主人公を先に導けば何かわかるでしょうかこの家、ずいぶんと絵が多いのね。あれ、この絵って元ネタあったよね。確か、苦悶する男という曰く付きの絵ですね。 作者は不明なんだったかしら。また新しい部屋に来たのだ。主人公の周囲しか見えない状況がどうにも緊張しますね。これは電気スタンドの置かれた机と椅子。棚の上に鍵があるのだ。遠すぎる、椅子が必要ね。椅子って机の横のやつを持っていけばいいんでしょうか。椅子を取得したわね。椅子の上に乗ればいいのだ。よかった、鍵が取れました。不気味な世界だと思ってたけれど、鍵でドアを開けて外に出たらこの雰囲気も変わるんじゃないかしら。 だよね。きっと大丈夫なのだ。そろそろここを出るときね。主人公もこう言ってますし、この世界を脱出しましょう。右側には戻れないみたいだから、ここを左に進みましょう。この家、どのくらいの広さがあるんだろうな。これはモナリザの絵ですか。これは目。絵にも意味があるのかしら。これは真珠の耳飾りの少女だね。このドアから出られそう。真っ暗闇。 あれ、また目覚ましの音なのだ。もしかしてループしているのでしょうかまた最初の部屋に戻ってるわね。出ようとしたら、またウェンディを忘れたっているのかなやっぱりぬいぐるみが必要みたいですね。取りに行きましょう。ぬいぐるみをゲットできたわね。また同じやり方で先に行けばいいのかしら。ここの絵の絵柄は変わっていないね。ここの鏡はどうでしょう鏡の中の主人公が悲鳴を上げている。 見た目は主人公っぽいけど、なんだか顔面長い骨みたいだったね。前の時と他にどこが変わっているんでしょうか。また電話ね。電話に出るのだ。電話に出るのが怖い。私も知らない人からの電話は好きじゃないです。この電話は誰からのものなのかしら。もう切れちゃったからわからないね。ここは、やっぱり鍵がかかっていて開かないんですね。ここの壁の絵は前と変わってないよね。テーブルの上に何かあるみたいだけど調べられないのだ。 カセットテープのようにも見えたのですが。確か、この辺の棚に鍵があったのよね。最初から椅子を持っていくのだ。無事に鍵をゲットできました。また主人公がそろそろここを出ないとって言ってるけど、本当に出られるのかしら。また最初からループしちゃうんじゃここのモノリザの絵も変化だし。もしかしたら絵は変化しないのかもしれないわね。確かに。右側に戻れないか試しましたが、ダメだったのでカットです。 また目覚ましの音だわ。このループは毎朝のルーチンを表しているのだ。その割にはなんだか不穏です。戻ってきてしまったわ。あれ、主人公の残像私はこの斧を使ってあることをした。え、一体何をやったんですかとりあえずぬいぐるみのウェンディを手に入れましょう。斧は持っていけないのだ。どうやら無理みたいです。主人公のことが怖くなってきちゃったわね。ここの先は鏡があったよね。 鏡に映る主人公が不気味なんですよね。え鏡の中にいるのって。待ってください。何ですか死んだ可能性があるから脱げたって。死んだかもしれない脱衣。つい前は主人公が死亡確定した時に脱げる仕様だったのに、最近基準が曖昧ね。投稿者の応募というやつですね。ほ、とりあえず開始地点に戻ってきたので今回は斧を持って行って鏡を割ってから通ることにするのだ。斧とぬいぐるみを取得したわね。 物騒なのかそうじゃないのか、よくわからない組み合わせですね。斧とぬいぐるみって。ここで襲われたのだ。斧で派手に鏡を割ったわね。先手必勝です。これで先に進めるけど、どうやったらこのループする世界を脱出できるのだ。この先は電話があるんだったわね。今回は鳴っていないようです。電話に出るのが恥ずかしすぎるからなのかなとういうことなのだ。海外の人も電話苦手だったりするのかしら。あれ、ここのドア前は開いてなかったような。 洗面所かな主人公が首映っている。何かを思い出す。思い出すって。主人公、もしかして自殺したのだ毒があったのも、自分に使ったのこの世界は、死後の世界ということですかあれ、鍵がかかってる。でも鍵なんて持ってないんじゃ主人公、まだ死んでない可能性もあります。自殺未遂して意識不明になって、ここは、そんな主人公の意識の中なのかも。それならまだ救いも。あ、 扉が開いたよね。私たちの推測が正しいなら、どうして主人公は死のうなんて。主人公、まだ子供に見えるのにね。原因についてはわからないわね。あれ、壁に文字が。前のループの時はこんなのなかったのに。なぜここを出て行きたいのか。だって、ここにいても、ずっと同じことの繰り返しですし。この字は一体誰からのメッセージなのだ。主人公の真相意識なのかも、また鍵を手に入れました。 このまま出ていったらどうなるんでしょう早くここから逃げて。一緒にいてっていう文章が。やっぱりこれ、自殺未遂をして意識を失った主人公の夢の中なんじゃないかしら。なんか、だんだん文章が物騒になってきましたね。ここから出たらどうなるんだろうね。また目覚ましの音。今回は前のループと何が変わってるでしょうかいつもの開始地点なのだ。ぬいぐるみを取りに行きましょう。 斧はどうやら持っていけないようです。机の箱に何か入っている。オルゴールだ。ネジを巻いてみよう。オルゴールって、今回初めて出てきたよね。両親からもらったオルゴールだ。とても気に入っていた。お気に入りのオルゴール。この世界を脱出するための糸口になるでしょうか。動かない。持っていこう。動かないんだね。壊れたのかなとりあえずは先に進んでみましょう。おや、絵が逆さまになってますね。絵の配置がおかしくなってるね。 あ、鏡の中の怪物がいなくなってるわね。鏡を割ったことで退治できたんでしょうか。退治できてたらいいんだけどね。この絵は折れた十字架また電話が鳴ってますね。電話は誰かに切られた。誰かに切られたって、誰かが主人公より早く受話器を取ったってことなのだ。なんだか嫌な予感がするわね。ここからは出られないぞって脅迫されてますね。そ、そんな脅しになんか屈しないのだ。ここ前の配置がおかしくなってる。 この先はいつも鍵を見つけていた場所ですが。脅迫文の主がこの世界を作ったのだ。あら、今回はいすも鍵もないわね。脱出させる気がないというのは本当のようですね。文章が増えてるのだ。ただただなんですか、この触手。鏡の中にいた化け物みたいな顔の主人公が。やべえのだ、主人公が触手に捕まったのだ。あれ、オルゴールが浮き上がってきてます。い、一体どうなってしまうのオルゴールが発光し始めました。 化け物が苦しんでいるのだ。ものすごい龍の光だわ。あの怪物がこの暗闇の世界の主だったということでしょうか。主人公に外見がすごく似てたから、主人公の中の闇の部分だったのかも。主人公が倒れているわ。大丈夫。大丈夫みたいです。電話に出よう。今度こそ自力で電話に出られるのかな。はいはい。今電話に出るわよ。誰からなんでしょう。やったね。ミシリードアは開いた。 家から出よう主人公の名前ミシリーって言ったんだねこの先は洗面所だから行く必要もないわね今度こそ外に出られるんでしょうか私レッド開始地点に戻ったら泣いてしまうのだ部屋が明るくなってランタンも不要になったし大丈夫でしょうそれもそうですねここの絵の配置は今まで通りだね絵のチョイスは作者さんの趣味なのかしらそれとも何かしらのメッセージがあるのかしらもうそろそろ出口ですね ゲームはここまででだだ。ね。お疲れ様でしたなのだゲーム内容を素直に解釈するなら、主人公は闇の世界から脱出できたみたいね。最初は真っ暗な世界でどうなることかと思いましたし、主人公をそっくりな怪物が不気味でしたけど、乗り越えられたようで何よりです。主人公を救ったのは、ご両親からもらったオルゴールだったんだね。ご両親に愛されたという希望の記憶だったのかしら。短いながらも雰囲気が良くて楽しかったです。 ホラーゲームにおいて希望のあるエンドはレアだから嬉しいのだタイトルのステップアウトという言葉通り闇の世界から踏み出すことができたということだと思っているわそれでは今回の実況はこんなところでしょうかご視聴ありがとうございましたなのだまたね次回の動画でお会いしましょうそれではまたチャンネル登録 高評価よろしくなのだ。